百魚の王マダイ。姿美しく食味に富むこの魚、その釣り方は多岐にわたり、日本各地その風土に合わせた様々な釣法が確立され継承されてきた。そんな中でも近年特に話題を呼んでいるのが平場。漁具に端を発したこの釣りは100年以上の時を経て日本各地に伝播し、今なお進化を続ける。本州と北海道を分断する津軽海峡。日本海と太平洋の海流がぶつかり合い、好漁場を育むこの海。5月、青森に訪れる遅めの春。毎年この季節になるとマダイは日本海からこの津軽海峡を経由し、陸奥湾の浅瀬へと接岸し、のっこみと呼ばれる最盛期を迎える。まさに今が旬のこの海域のマダイを話題の伝統釣法平場で狙う。青森県外ヶ浜町。津軽半島の北東に位置するこの町は津軽海峡陸奥湾に面し、その9割を山林が占める自然豊かな町。町の東、津軽海峡と陸奥湾を一望できる平立灯台に2人の釣り人の姿があった。佐々木博美さん、鳴門の太鼓村釣りに出会って以来、インチク、エギ、そして平場といった和製ルアー、漁具を用いた釣りを展開。元プロサッカー選手小倉貴文さん、前回番組で訪れた早春の北海道では悪条件の中、釣行最終日に特大の黒頭カレイを手中にし、その粘り強さと勝負運の強さを発揮した。やったー、でかい、うわー、すごい、やったー、うん、今回も、はい、タイでしっかり釣って、また新しいね発見があればなと思いますし、昨日ねえっとでかいのを釣れたら、いや、こんなこと言うとまたプレッシャーなのか、やめた方がいいから、大きいのでも釣りたいと思います、はい、この奥が陸奥湾です、はい、その陸奥湾の方にタイが産卵に入ってくるんです、はい、子泊まりの方から辰巳岬を回ってずっと入ってくる。それで、ちょうどその群れが入ってくるところを狙ってですね、はい、平場という和製のルアーで平場、うん、大台を狙う。平場とはマダイのラバージギングの略で、鉛やタングステン、そして色とりどりのラバーで構成されるルアーを海底まで沈め、一定の速度で巻き上げマダイを誘う釣法。ヘッド、鉛、あるいはこれはタングステンのヘッドです、それにですねラバーがついていると、そして、針がついていると、これをですね船から落として着底をさせます。そしてそこから、同じ一定のスピードで引き上げてくると。するとヘッドからは反転流が生じ、それに伴いラバーが緩やかになびく。そのラバーから出る定期的な振動波がマダイを引き寄せる。ですからこの釣りの基本は一定のスピードで巻くこと、決して揺すったりですねしゃくったりしないせず、同じスピードで巻いてくると。もう極めて釣り方はシンプルなんです。よっ、来た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 、おお。はい、ありがとうございます。これはですね細いラインが来て、もういきなりこのヘッドと針だけなんですね。っていうことはタイの引きがダイレクトに手に伝わってくるんです。
首を振る、突っ込む、もうタイの息遣いが分かるような、これがハラハラドキドキでね、もうバレないでねってこう思うとね、もう喉がカラカラになってくるんですよね。こんなのがこのタイラ祭りの醍醐味じゃないかなっていうふうに僕は思いますね。朝日もまだ昇らぬ午前3時半2人は早速準備に取り掛かる。これがね、だいたい 70g のラインなんで、好きな色、何色がいい？うわ、これがタイラバっていうんですか？うん、のヘッドの部分ね。好きなの？うん、オレンジ、ゴールド、はい、ゴールドがいいですね。ゴールドがいい、はい、ネクタイね。ネクタイ締めるんですね。うん、ネクタイ締める。やっぱ清掃して使わないとね。清掃していくんですか？うん、何色がいいでしょうか？赤、オレンジ、蛍光、紫。じゃあオレンジで釣れるのかな。初めて見るタイラバに半信半疑の小倉さんを乗せ、船は港を離れ、この日のポイントへと向かう。陸奥湾の湾口部、平立海峡。パラシュートアンカーを沈め、潮の流れに同調させ船を流していく。もう、うん、そこでいいんですか？うん、落として、うん、ここで、ですぐクラッチ切って、うん、糸が斜めになってから少し60メーター以上出ると思うけどもね。この一帯の水深は50から60メートル。糸ふけが出た瞬間が着底の合図だ。あ、OK、着いた。で、ね、これも脇の上に挟んでね。うん、そうそうそう。で、もうちょっとこの前、前、うん、そうだね。そうそうそう。で、一定のスピードで、もうちょっとゆっくりでいいかな。うん。そう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 。そういう感じ、そういう感じ。もしカスカスとか当たりが来ても、あの普通ブッドキッとして手止まっちゃうんだけど、はい、手止めずにそのまま巻き続ける、はい、それがコツでポイントですね、はい、これぐらいでもう一回落としちゃう。うん、いいよ船長。今当たってくるのは ボトムでそこですか？中層に置いてる？中層から。じゃあもうちょっと巻こうかな。佐々木さんは小倉さんよりも速いスピードでリーリング。この日のマダイの活性を探っていく。やっぱり魚いるその棚っていうんですか、そう、そこに合わすかどうかっていうと、うん、もう大事なんですか。で、だいたいボトムにね、タイがへばりついてる時もあるし、はい、さっきの船長の話では結構中層で当たってくるよって言ってたから、例えばイワシとか餌になってる魚が中層にいてね、はい、その辺にタイがついてることもあるし、それをこの魚群探知機の画像を見ながら、あ、この辺に反応出てるかと。今全く反応ないですわ。期待に反しこの日のマダイの活性は低い。当たりらしい当たりもないまま2時間が経過した。今年村が多すぎてさ、いい時の方が少なくて悪い時の方が多いんですよ。いつもと違います。船長はこのポイントに見切りをつけ、水深80メートルとやや深めのエリアに舵を切った。あ、来た来た来た、なんかやってみましたよ。佐々木さんに待望の当たり。来てる。タイの引きではないですね、これはね。なんかわかんない、タイじゃない、タイじゃない。カレイか、違う、ソイですね。はい、ありがとうございます。これなんて魚ですか？これソイです。ソイ、煮魚なんかにしたら美味しい魚です。苦戦を強いられる状況下、水深80メートルラインで当たりが出始める。よし、乗った。あ、よし、乗った。あ、何しよった、またこれタイっぽいな、これ。あ、来た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 、乗ったよ。今当たったの分かったでしょ、はい、ね。いやでも、あ、これ本当、あ、お、聞いてるじゃない。はい、小倉さんきっちりと当たりを捉え見事フッキング。うん、そうだ、
そのまま抜けますよ。大丈夫でしょ、そうやったら。はい、おめでとうございます。はい、それか当たり分かりました ね落としてすぐでしたね、うんうん、ちょっと上げたらググってきたんで、ね、すぐ分かりました。本命マダイとはいかなかったが、自分でかけ釣り上げた価値ある一匹だ。あ、絶対少し巻いたらプクプってきたんで当たったなって分かったんですけどね。さすがに枠タイはガンとくるらしい。根魚に翻弄されるうちに天候は悪化。初日、二人はマダイに出会うことはできなかった。時とところは変わり、6月上旬の瀬戸内海。起伏に富んだ地形、そしてミネラルや栄養を豊富に含んだ速い潮の流れに育まれるマダイを狙い、佐々木さんも幾度となくこの地を訪れてきた。船長の話では昨日はオレンジ色が良かったということなんですね。で、一つにオレンジを、でもう一つが蛍光紫、蛍ムラをカーリーテールをセットしていきました。15分程度で船は最初のポイントに到着。90m。さあ、今日の第1投目ですね。ワクワクしますね。すると早速魚からのシグナルが。小さな当たりだったな。貝の引きですね。ご覧出しますね。あ、でもそんなに大きな貝ではないと思います。はい、ありがとうございます。はい、とりあえず1回目の流しから来ましたね。ありがとうございます。水深90m。ヒレがちゃんとしてね、かっこいい鯛ですよね。さらに当たりは続く。よっ、来た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 。お、これはおでかい。ドラグを出してますね。お、ここすごいすごいすごい。これはちょっといいサイズですね。おおこれは今釣ったやつよりは大きいですよ。さっきよりね、ドラグの出し方が違いますよね。はい、ありがとうございます。さっきより色が、貝の色が濃いっていうかね、少し黒ずんだ赤身ですよね。ヒレがシャンとして綺麗な鯛ですね、これもね。朝の地合に幸先よく2枚のマダイを手にした佐々木さん。潮の流れが変わったタイミングで作戦を変更する。ちょっと潮が2枚以上なのでですね、ヘッドの重さを 100g 重いのに変えました。電動で探ってみたいと思います。電動リールはですね、究極の等速巻きですよね。モーターが一定のスピードで巻いてくれます。糸が少し斜めに出てますんでね、 90m より、はい、着生しました。一定のスピードで巻くっていうのをですね、ある程度スピードがある時っていうのは割と巻きやすいんです。だからこういうデッドスローで巻く時にですね、手巻きで一定のスピードっていうのはものすごく難しいですね。これはこの電動リールのモーターの最も得意とするところですね。午前10時、朝の霧が嘘のように満天の青空が広がる。
今この産卵直後って大体ボトムびっちりですわ、あのぺったりついてる。それでだからもうボトムから数巻きで泳ぐ時もあるんだけども、今日みたいにちょっとこう上ずった群れもある場合にはとりあえずそこも探ってくる。でもやっぱり大体そこから3メーター以内でさっきから食ってますよね。行っても5メーターぐらいまでだと思いますね。お、来た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 、よし乗った、よし乗りました。おお。いい曲がりするな。竿を小気味よく絞り込み上がってきたのは浅いピンク色をした美しいマダイ。佐々木さん思わず笑みがこぼれる。嬉しいな。狙い通りの釣りを展開する佐々木さん。ここで再び手巻きのタックルに持ち替え、さらなる大物を狙う。活性の低いマダイを意識し、底付近を中心にゆっくりとリールを巻く佐々木さん。すると、ひときわ大きな当たりが。お、細身のロッドを絞り込み、リールから糸が滑り出る。15メーター出された。見えてきましたね。浮上してきました。青物ですね。メジロです。いいサイズじゃないですか。スリリングな駆け引きで上がってきたのは、はい、ありがとうございます。ブリの若魚メジロ。関東ではワラサと呼ばれるファイター。ね、いいファイターだったね。舞台は再び青森県津軽半島。朝光2日目、新たな気持ちでポイントへと向かう2人。よし、昨日にはなかったような反応が、ちょっとね、いい反応が今出てましたもんね。すると早速佐々木さんに。お、来た来た来た、乗った、よし乗った。あ、バレた、くそ。だいぶ上だよ、だいぶ上だよ。今のは大変あたりですね。いい反応だね。はい、昨日はこんな反応全くなかった。全くなかったですもんね。よし、あー、去った。すごくショートバイトですね。あたりで口を離したっていうのはまだ僕の巻きが早すぎるのかな。もう少しゆっくり巻いてみようかな。お、触った今。よし、乗った。動きそう。ヒット。すげえ引いてる。タイですね、これ。タイっぽいですね。あ、見えてきました。たまみあります。おー、来た、タイだ。はい、ありがとう。おー、すごい。とりあえず8タイ取りました。さすがです。綺麗。綺麗なタイだね。これが待ちに待った津軽半島のマダイ。あのね、ショートバイトがタイだったんですね。しかし日が昇るとあれほどあったマダイの反応がパタリとなくなる。朝のチャンスをものにできなかった小倉さんを責めるべきではない。むしろ限られた短い試合においてこの日のデリケートなマダイに口を使わせ、そして釣り上げた佐々木さんの技術に
拍手を送るべきだろう。残り時間30分。全然反応出てないもんね今ね。ないですね。朝とえらい違いです。しかし小倉さんは片時もロッドを手放さず、ひたむきなまでにリールを巻き続ける。小倉さん、ちょっと釣れるおまじないをしようか。釣れるおまじない、ネクタイを変えようか、ね、よりよく動くカーリータイプのネクタイがあるんだけども、この方が動きがちょっとこう水面でやってみたらね、怪しくなびくのでウェーブしましたね。ウェーブするでしょ、はい。残り時間15分。まあ船長一生懸命魚群探知見ながら ね魚がいるとこ探してくれてるんで、はい、なんとかここだ。ラスト釣りたい。男は冷静沈着なまでにその時々の状況を把握し、土壇場のこの場面でよりアピール力のあるネクタイを選択した。男は悪条件のもと2日延べ23時間もの間、百魚の王との出会いを疑うことなく基本に忠実に釣りを続けた。そのいずれかが欠けてもこのドラマは起こらなかったと断言できる。乗った、よし乗った乗った、よっしゃ、それタイだな。いいぞ。そのまま同じスピードで巻き続けてね。今までとは引きが違うでしょ、はい、ね、バレないよ。あれあれ離れちゃった。今のタイの引きだったよね。小倉貴文、思わず天を仰ぐ。いや楽しかったな。やってくれますね。いやまあ今回は釣りっつうのはやってくれます。タイの勝ちということで、はい、ドキドキもさせてくれるし、嬉しくもあるし、こんなにがっかりさせてくれるし、今回逆を味わわせていただきました。悔しい、もうそのことです。その一言です。悔しいの一言です。まあ釣りはそんな甘くないっていうことですよね。難しさもやっぱりねあるからこそ、また釣り好きな人はいろいろ試行錯誤するんだろうし、こんなね道具もいろいろこういろいろ工夫されることもあるんじゃないかなと改めて思いました。毎回ね予測ができたらつまんないと。その昨日は釣れても今日は全然とか、その不確実性がね釣りの醍醐味なんだけれども、しかしねやっぱり今回はねぜひ彼に取ってほしかったよね。せめて1枚でもいいからね。でもまあ彼も持ってますよね。この厳しい状況の中で最後の最後に1枚かけてね、メイクドラマでしたよね。それだけでもね満足できるっていうのはやっぱりね釣りの面白いところだと思いますよ。100年の歴史を持つ伝統長宝タイラバで津軽半島の大型マダイを追い求め奮闘を続けた2日間。悔しい結末ではあったが、釣り師たちはもう次の釣りを夢見る。この気持ちがあるから釣りはやめられない。ぜひね、大きなの釣ったらまあこれもうどんな喜びか味わってみたいんで、ぜひ
このタイラバでリビングさせてください。今回使用したタイラバはですね、この鉛タイプの松酔というモデル、それからタングステンタイプの15夜というタイラバであります。フック、ネクタイ、スカートが豊富にラインナップされ、簡単にまあ交換できる、思い通りのカスタマイズができるというのが特徴であります。それからですね、こういうネクタイのゴムチューブをかぶせて、ヘッドの中にネクタイを押し込んで固定できる半固定システムというものを開発しました。針は従来通り誘導式です。したがってバレにくい。さらにですね、これにはもう一つの、メリットがありました。沈んでいくときにですね、ネクタイが離れませんから、反転流でよくネクタイなびくんですね。それによって中層にいるタイがついてくる。で、立ち上がりがいいので、非常にバイトが多い。まあ、こういうことで中層にいるタイにもよくアピールする、まあ、そうした、半固定式のタイラバーだと思います。今回使用しましたロッドはこの円月プレミアム、ベイトモデルの6フィート9インチ MLS というモデルです。非常に柔らかいですね、タフテックの、カーボン製、タイが食いついてもですね、違和感を感じない柔らかさ、オートマチックに、タイがかかってくる、そういったイメージの竿です。ぜひこれは私お勧めしたいロッドだと思っています。